こんにちは。アマゾン市サポーター、堀秀夫です。今日は商品探しの中でね、迷った時にどうするか。もうオーストラリアアマゾンについては、迷ったら出品してください。で、本当に大丈夫かこれという場合はね、相談してください。まあ、大丈夫かなと思わなくても、これ平気ですよねっていう確認をしてもらうのは全然構わないですけど、何しろね、あの、何,何出したって大丈夫ってことじゃないですけど、よほどすごい、 ね、やっちゃいけないミスをやらない限りは、で少なくとも私のサポートを受けて NG 商品とかをね、チラミした人がどうかなと思うような商品であれば、えー、全然オーストラリアアマゾン何出したって大丈夫です、ねえー。例えば、パッケージ違うとかね、商品デザイン変わったとか、ね、多、え、少、ー、箱が潰れてるだ何だってな、全く問題ないです。一方、アメリカ。 慎重にやっても問題になったりしますんで、逆にね、迷ったらもう全部見送りという姿勢です。でこれね、えー、もう極端に言わないとごっちゃになっちゃうんで、極端に言いますけど、オーストラリアは出品者がまだまだ足りないです。だからアマゾンは出品者に甘い。アメリカはもう出品者、飽和してます。ね、小売り転売する出品者なんてもう、入って捨てるほどいるんでね、もう迷ったら切り捨てという形で、もう極端に対応が違いますんでね。 あの例えば商標違反でも調べてよく分からなかったら、まあ、怪しいからやめとこうと、ねえー、オーストラリアの場合はそうじゃなくて、ね、怪しいけど大丈夫か私に聞いて出品しようというので聞いてくださいアメリカはまあ聞いてもらっても構わないですけど、まあ、ほぼほぼ、ね、あの慎重にって形なんで迷ったら出さないというのがアメリカの場合のもう原則オーストラリアは迷ったら出品する これ自動ポルノとかそういうのも一緒です、ねあの武器。武器の形がどうだこうだとか自動ポルノだとか、えー、売れないですけど、仮に間違えて送っちゃったとしても問題ないんで、あのー、税関でね、えー、取り上げられちゃうとかアマゾンで売れないってなるくらいなんで、まああのー、基本的には利益が出る、儲かるものは何でも送ると試してみるという姿勢でオーストラリアは商品探しをしてください。アメリカは、ね、あの慎重の上には慎重に。 消えちゃったカタログを作るとか、その辺は本当に慎重にやんないとね。まあ何しろ、何度も言ってますけど、アメリカはもう今から、ね、今、今、今現状でね、儲かってる人はいいですけど、今からね、商品を新たに入れるとかっていうのはもう基本もう、あの、小売り転売の商品じゃなくて、自分が作った商品をメーカーとして出すと。あるいはね、メーカーから仕入れた商品を販売代理店として、きちんと契約を交わして出すという形以外は、もう危なっかしくてやってらんないんでね、アメリカは慎重に。 オーストラリアは大胆にというのをね、えー、よく念頭に置いてください。アメリカやってない新しい会員の方、オーストラリアね、あの、だけでいいんですけど、何しろ、会員さんにはね、両方いますし、あの、まだ、 売上の割合だとね、古くからやってる会員さんはアメリカ全然まだまだ売れてるんで、売上の面から言ったら圧倒的にアメリカが多いんでね、アメリカの話をしないわけにいかないんで、毎回商品についてはアメリカの方はこう、オーストラリアこうって言ってるんですけど、多分流し見しちゃってる人はね、ごっちゃになっちゃってますんで、アメリカは慎重だけど、オーストラリアはもうほぼ出せると、これどうしようかな、まずいんじゃないかなっていうのも聞いてもらえば、え、これ出していいのと。 出しましょうって返事をほぼほぼしますんであのせっかく儲かる商品見つけたのに、えー、自分から見送りということはないように迷ったら出すという姿勢でね商品探しはしてくださいまた個別の商品とか、ねえー、念押しとか報告とかお待ちしてます以上アマゾンエスサポーター堀秀夫でした